スーパーマリオメーカー。今回はリスナーさんが作ってくださった水中コース、これでも水中じゃないのかな、いやでも水中だよね多分ね、で遊んでいきたいと思います。結構自分がその世界の新着とかやってる時に水中面ねえなとかって結構言ったりするか、もしかしたらそれで作ってくれた方かもしれないです。もしそうだとすればありがとうございます。うおっと見切っていかないとな。なんだこの入り乱れ方は。あ、いけなかった。うわ、なんだこれ。違う、行き過ぎ。あぶね。ここですね、まずはね。で、うわ、踏むやつが。オッケー。一気に、いけなかった。はいはい、見つけました、見つけました。ここだ。まずここで、こうだ。よし。やっと進めるぞ、これで。ああ、やっと進める。ああ、時間かかった。10分かかりました。ここ攻略するのに。あのキノコはゲットできるな。ただ、ブロスパイセンがいるのか。踏んでいくか。な。持ってくじゃなくて踏んでいこう。いや、ダメだ。ブロスの攻撃はそんな、水の中なら問題ないでしょ。OK。持ってく？結構ギリで踏んだ方が良さそうな感じするよね。持ってこう。あぶねえ。ん？どっか行っちまったな、あいつ。あ。よし。これで踏めるかな。あ、そっか。ロッスンが。あ！もうじゃあ先進めない。もう一個 P スイッチを出してくれる？その土管。ダメでーす。あ、出してくれた。よかった。複数出てくれるやつでよかった。そうじゃないパターンのやつもあるよね。一回しか出ませんとか。あー、避難する。あ、危ねえ。おし、なんか先進めたな。またここも激しい感じですが。いや、そういうこと。うわぁ。うわぁ。踏むじゃん。で、もう一回 P スイッチ持ってくるんだよ。そっちの方が多分ね、早い。泳ぎが。これの方が多分早い。横に行くスピードが速くなるんで。もう、おっと。で、ここで被弾して、もう右に突っ込むよ。これね。強引にね。よし。よいしょ。OK。おー、中間ある。おー、ありがとうございます。これ、P スイッチ持ってきたの正解だったんじゃないの？あ、そんなことねえか。普通に、ボムヘちゃんでいけるもんね。あ、でもこれかなり楽できましたね。チョロプ連れていくシステムなのかな？これはいけるけど。スイッチ踏んでも、うん、ん？ P スイッチ踏んでもダメだよね。あ、でもこれ上叩いたら踏ませられるけど、られるけど、そしたらどういく？考えて。あ、そういうことか。パウ。で、この黒パックに倒して、この土管の中かな。ふい。ドン。で、これ取っとかないとダメか。オッケー。入れませんでした。これじゃないらしい。ということは、進むべきは右だな、多分。避難してちっこくなって、いや、きついね、きついね。このトゲどうすりゃいいんだ。左から行く分には多分問題、あ、でも、フラッグがあるから、試してみる価値はあるな。無理です。うわっ、あぶれあぶれ、あはははは、倒してドーン、オッケー。あー、やっと確保できそう。よし、よし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 。
あのチョロプーはコインをすり抜けて、じゃあさっきなんでコインなくなったの？俺何した？変身の時に気づくかな？とりあえず、どうすればいいんですかこれ。でっかい時だとあれはできたけど、そうだよね。え？行けばさ、うわっ！どっから出てきてるんすかね。乗れたかな。お、乗れた乗れた。ん？待って待って。お、キノコ出てきた。へへへ。そういうことだったのか。なるほど。いやでも待ってよ、この土管入れなかったんだって。どういうことっすか。あ、コインが落ちる仕組みなんだ。待って待って、これ入れなかったよ。ほら。え、どういうこと。あ、待った、このパウの中になんかあるんじゃない。ほら、あった。あったけど、これ、どうする？おお、できた。よし、やっと進めた。くっそ、花ちゃん踏んでくやつか。激おこ花ちゃんだな。いや、きついっしょ。いやこれは被弾覚悟で右にビャーって行った方がいいね。そっちの方が多分安定するわ。と。爆発範囲が。はっ。やっと先に進めそう。と。やばい。これはやばいやつ。あ、でも大丈夫そう。オッケー。よし。うわ、急げ急げ。でも冷静に。よし。ふう。さあ、チョロプーを引き寄せてと。乗れてないか。おう。タイミングが悪かったかな。ここだ。ちょっとこれで様子見ましょうか。取れるかな。 OK。 うわ、危ねえ、俺が落ちるとこあった。でこうですね。キノコゲーと、よし、踏む。でこの1枚だけ取るとすごい楽になるんじゃないかな。よーし。おお、危ねえ。このパン持ってけないかな。あ、持ってけるね。よし。コインに入ります。オッケー。おー、ゴール。あざーす。うほーい。うほーい。待ってね、なんかあるんじゃね。ねえかな。ないか。はい、ゴールでーす。ありがとうございましたー。よーし、オッケー。マリオタイム。水中謎解きコースだね。楽しかったです。沈没船の秘宝。あ、中間フラッグなしパターンもあるらしい。あった、作るのかな？これからね。はい。ということで、今回はこれにて終了とさせていただきます。交際で以下の16桁の数字となっております。あ、そっか。まだ自分しかプレイしてなかったんだ。初クリアいただきました。ありがとうございます。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。